こちらスクです。トルトパズルどこでも一生続きやっていきます。現在のフルーツ畑のレベルは944です。星が71あって見てないストーリーがまだちょっとあるので続き見ていこうと思います。すっげえプチンプチンうるせえな。あ、夜こんな感じになってんだ。すっげえ誰一人いないのに。まあまだ開店してないからね、お客さん入れないんだけど、それでなんか音がプチュンプチュンなってるのはちょっと怖いな。みんななんか知んないけど、おお、なんか風流だね。え、黒だけ泳いでる、珍しい。左利きの場合、右手の手相は先天的に持った運勢で、左手の手相は後天的な運勢なんだわん。へえ、まあいいや、続き見ていこう。残りのゲーム筐体を店内に運んでみゃ。おお、残りのゲーム筐体を運ぼう。にゃあ。まだちょっとスペースあるぞ。ちょい残しすな。ありがとうみゃ。最後はアーケード筐体みゃ。これがあると今のゲーセンって感じがするみゃ。あ、確かにね。今なんかこうちょい斜めのやつ多いよね。お、すげえ。ちゃんと座った。アーケード筐体？ミディタイプ筐体。汎用筐体などとも呼ばれてるみゃ。椅子に座ってプレイするんだけど、見やすいようにモニター画面が縦になってるみゃ。ああ、縦長ってこと。1985年頃から普及して、現在はゲームセンターといえばほとんどがこのタイプだみゃ。外国もそうなのかな。外国はやっぱまだ立ってやるやつが多いのかな。レバーの他にボタンが6個もあったり、向かい合わせに置いて対戦台になったり、熱い時代があったみゃ。ほう、ボタンは6個もいらないにゃ。手は2本しかないのにゃ。何を言うみゃ、格闘ゲームに必要だったのみゃ。これで弱夢や強縁側など多彩な技を繰り出すにゃ。ああ、弱パンチとか強キックとかそういうことが言いたいのかな。ちょっと例えが難しいわ。強縁側ってさらに正確な、もちろんゲームさ、すっげえピチンピチンうるせえんだけど、マジで聞こえる、これ超鳴ってんだけど。さらに正確なタイミングで連続入力するコンボ技なども誕生したみゃ。スト2とかですごい流行ったね。そんなにいっぱい覚えられないにゃ。コンボが下手だと人間になってから困るんだみゃ。やだ、トロもコンボ覚えるにゃ。それじゃちょっとコンボの練習みゃ。みゃみゃー、なんちゃってコントローラーマーク4。まだ続くんか。おお、なんだこれ。ああ、あれか、ゲーム筐体のボタン配置になってんのか。じゃあ、そうだな、じゃあ、中ハグ、中マグロって、中マグロって普通にあるやつやんけ。じゃあまずジャックアイスティーから行くか。ジャックアイスティーみゃ。じゃあ、中マグロ。間違えたみゃ。え？ジャックアイスティー2回、ジャック夢、中ハグ、強縁側を最初から入力も、あ、そういうコンボ技をやれって言ってたのか。待って。ジャックアイス、ジャックアイス、ジャック夢、中ハグ、強縁側。あ、オッケー。わかった。あ、オッケー。いくよ。はい。はい。で、ジャック夢、中ハグ、強縁側。お、5コンボって出た。コンボ成功みゃ。あ、帰ってった。カーナビさん、ありがとう、コンボみゃ。ありがとうにゃ。意外とあっさり帰ってったな。これでゲーセンオープンの準備完了。スク、ありがとうみゃ。おお、できたんだ。え、まだちょっとさ、ここちょっとスペース空いてんじゃん。ここ。いいの？まあ、なんか、あれか。店員さんがなんかこう、なんかいろいろ両替とかするスペースか。あとさ、ここ繋がってんのどうすんで、こっちお客さん服着たまんまいるけどさ、ここ繋がってんの何なんだろうね。そのままここガラガラって遊んでいいよってこと？まあいいや。え、どうすんの？え、もうお客さん呼ぶ？次。続き見るか。ゲーム筐体の設置は全て完了みゃ。いよいよ。いよいよゲームセンターのオープンかや？その前にテストプレイするみゃ。テストプレイって。ちゃんと動くか確認してからお客さんを入れるのみゃ。これはお客さんのため、観光客を増やすために必要なことみゃ。決して俺っちがゲームしたいわけじゃないみゃ。なるほど、それもそうなのじゃ。
すぐ終わるからちょっと待っててみや。ゲームスタート。おう、にゃあ、1秒間に16ツイッターみゃ。迷惑だろ、それ。1秒間に16ツイートもしたら多分、なんか、ボットと間違われて止められるぞ、それ。凍結しちゃうよ。256発当てたのに、投入暖房が壊れないみゃ。おぉ、かってえな。何回やっても何回やっても有吉が倒せないみゃ。連射のやりすぎでツンツンヘアが釣ったみゃ。どういうこっちゃ。なぜか H ボタンだけが壊れる不思議みゃ。ねえ、もう夕方なのにゃ。ずーっとやってたんだ。そろそろゲームセンターをオープンするのじゃ。あとワンゲーム、あとワンゲームみゃ。まだ時間かかりそうなのにゃ。終わるまでお風呂に入ってくるのにゃ。そうするのじゃ。すぐここからお風呂に行けるので、ドアを開けてなのじゃ。ドア開けらんないのかよ。お風呂へのドアを開ける。はい、よし、風呂入ろう。ちょ、俺さっきさ、コーヒー飲みすぎちゃってさ、すげえ気持ち悪い。一回風呂入ってリフレッシュしたい。すくありがとうなのじゃ。はい、いい湯なのにゃ。黒もそろそろお風呂入らないかや。黒うるせえ。お、落ち着いた。そうだみゃ、ゲームのやりすぎでツンツンヘアが疲れたみゃ。は、もしかしてあそこが安全地帯なのでは。あ、急にゲームの攻略思いついちゃった。風呂に入ってる場合じゃないみゃ。もうワンプレイみゃ。あ、あるある、そういうの。あー、黒もうしばらくかかりそうなのじゃ。続く、もう早くここクリアして。おお、ちょっと待って、これ風呂入ってるところに服着た観光客がもうバンバン来ちゃってっけど大丈夫。もうマジで早くここクリアしたいな。すげえプチュン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 、うるせえ。よし、続き見ていこう。テストプレイはバッチリみゃ。というよりもうプレイ台がないみゃ。え、別に関係者なんだから、なんか別にお金入れなくてもできるようにしたらいいんじゃない。もしくはお金入れた後に回収すればいいんじゃない。今度こそオープンかや。いよいよ朝から晩までゲーム三昧生活の始まりみゃ。ダメなのじゃ、ゲームセンターは黒の部屋じゃないのじゃ。ちゃんとお客さんに来てもらうのじゃ。ええー、俺っち一人で10人分ぐらいゲームするんじゃダメかみゃ。おどうする。まあ一旦デコピンしとくか。はい、みゃ、やっぱダメかみゃ。まあ別にいいんだけどね。しょうがない、オープンするみゃ。でも次は何をすればいいのかみゃ。看板つけるのにゃ、ここにゲームセンターがあるってみんなに教えるのにゃ。入り口の看板は派手だけどね。もっとってこと。こっちこっち、看板をちゃんとつけるのじゃ。ほう、あー、道案内の看板ってことか。つく、ゲーセンの看板をつけてなのじゃ。おー、つけようぜ。にゃー、あ、アマツソランドに書いちゃうのか。そっか、隣だしね。つく、ありがとうなのじゃ。これでお客さんも来てくれるのじゃ。隣っていうかアマツソランドの一部か。そっかそっか、風呂ともつながってるしね。続く、どうすんだろう。じゃあ次でお客さん入ってくるのかな。昔は猫で今人間になってる人は心に7つの傷があるんだって。ケンシロウかな。よし、続き。うおー、あと少しでハイスコアみゃ。外のゲーム機でもやってんな。お客さんいっぱい来てくれるといいね。そんなすぐにはお客さん来ないのじゃ。そうかな、来るんじゃない。お客さんもう来たかにゃ。様子を見てくるのじゃ。だってさ、このアマツソランド自体はさ、もう、あれじゃん。空いてるわけじゃん。卓球場とカラオケと、あとお風呂空いてるわけじゃん。そしたらゲームもさ、まあ、ついでにやるか、みたいな感じですぐ来るんじゃない。すげえいる。またお前らかよ。
今回なんか SNS で宣伝しとくわとか言ってなかったから来ないかと思ってたら来てる早やお客さんがいっぱいなのじゃ。ゲームしてる感じしないけどな。わーいわーい嬉しいのじゃ。こんなにたくさんのお客さん、お姉ちゃんに見せたいのじゃ。空をなでなで。ちょっと怖いけどなこの客層えへへ。看板も出したからきっとお姉さん気がついてくれるにゃ。お姉ちゃん喜んでくれるかや。お黒も入ってきた。おお、SNS で紹介したら仲間がこんなに集まったみゃ。やっぱ知ってたんだね宣伝。黒がお客さん連れてきてくれたのじゃ。ありがとうなのじゃ。こいつ地味にインフルエンサーだな。すげえ影響力だぜ。黒猫界隈の有名人だな。俺っちは紹介しただけみゃ。黒はなでなで。うみゃー、お礼を言われるほどのことではないみゃ。ここは黒がいっぱい頑張ったゲームセンターなのにゃ。素敵な名前をつけるにゃ。店名か、どんな名前がいいかみゃ。サムネイルの作成センターゲームオリンピック。うわ、なんかありそう。でもなんかこっちの方がいいな。一応オリンピックがあるとされていた年だったしな。でもここの看板には生かされなかった。ゲームセンターとしか書いてない。このお店はゲームオリンピックに決定みゃ。おお、ありそうだけどな。ゲームオリンピック、ゲームオリンピック、ゲームオリンピック、ゲームオリンピック。もう日が暮れるからトロたちは帰った方がいいみゃ。お客さんまだいるのじゃ。確かゲームセンターは深夜ダメって決まってるのじゃ。あ、そうだね、そんなんあるよね確か。パチンコ屋とか、ま、パチンコ屋とは別か。風営法があるからみゃ。午前0時以降の深夜営業はできないんだみゃ。風営法が管理する業種にはゲームセンターやパチンコ店も含まれているのみゃ。ああなるほど。夢中になって夜中までやっちゃダメってことだな。さらに未成年の入店については各都道府県の条例でも決まってたりするから夜遊びは気をつけてみゃ。それじゃ黒も帰らないと逮捕されちゃうにゃ。カラオケや温泉は別みゃ。深夜にやってても怒られないみゃ。ここはカラオケと温泉が楽しめるアミューズメント施設、アマツソランドみゃ。なるほど、一部ってことだからいいのか。たまたま湯上がりの休憩所に古いゲームが置いてあるだけなんだみゃ。そんな規模じゃねえけどな、もうプチュンプチュンよ。なんだかずるいのじゃ、確かに。よくわからないけど騙されてる気がするにゃ。まあ温泉地域の特権じゃね。心配いらないみゃ。今日のお客さんは特別に猫だけみゃ。明日から夜中にはお客さん入れないみゃ。そっか簡単に納得したな。それじゃあ空たちは先に帰るのじゃ。バイバイ。とはいえ俺っちも疲れたみゃ。今夜はここで寝るみゃ。こんなうるせえとこで超ピチュンピチュンなってるぜ。この辺りに休める場所があるといいんだけどみゃ。おう、ソファー置こう。黒専用スペースになったな、ここは。店員のスペースかと思ったら。つくは気が利くみゃ。ありがとうみゃ。ソファーっていうかもうベッドじゃん。はぁ、落ち着くみゃ。ゲームミュージックやゲームの BGM は俺っちにとって子守歌みゃ。おぉ、そういうもんか。まあ、いや、おやすみ。むにゃむにゃおやすみ。はーい。続く。絵日記を獲得。イエーイ。絵日記ちょっと溜まってるな。でもまだ見ないぞ。次のストーリーに進んでからにしよう。このゲームのこのお話、おーっと、おー、みんないる、みんないる。ちょっと最近出番のないこいつらがいる。いつもより自分が生かして見える日ってあるわよね。なんでかしら？さあ、知らんっす。お、宇宙空間は真空に見えるけど、実は謎の力、ダークエネルギーに満ちているのだ。知ってる！ダークエネルギー、暗黒なんとか、YouTube の動画で見た。たまに見るけど、すぐ眠くなる。よし、じゃあ続き見ていこう。街が記憶を取り戻し始めたの？良いことだな。だが悪いこともあるん。鬼が紛れ込んだり、招かれざる者も呼び寄せてしまうな。監視を厳しくするん。見回りが必要だな。
というわけで、これがゲーセン見回りっていう言い訳でお前ら遊びに来たな。久しぶりに出たと思ったらなんとも楽しそうな。あ、お姉さんも来た。またあなたたちは勝手に抜け出して。普段どこにいるのお姉さん。いや、これはその遊びに来たわけではないの。まったくもう。まあまあ、そう怒らずに、そなたも一緒に遊戯しないか。ふっ、アマツソラジャッキーと異名を取った私に勝てるとでも。お前か、伝説のゲーマー、二つ名を持ったゲーマー、お前か。じゃあもう一人なんかいたっぽいけど、そいつもじゃあ実在しそうだな。マジかよ。かかってきなさい、相手になってやるわ。アマツソラジャッキー、何それ。二つ名持った伝説のゲーマー、ここにいたわ。またしてもこの狛犬たちノリノリであるみゃ。キャー、違うのよ。別にゲーセンで遊ぼうとしてたわけじゃなくてね。パトロール。そう、パトロールなのよね、あなたたち。そうそう、見回りなん。我らは街を守護するものなり。ま、あんまり他の奴らに見つからないよ、みゃなんかこの展開前にもあったな。それじゃごゆっくり、山空ジャッキー。知ってたんかい、てか聞いてたんかい。聞かれてた。恥ずかしい。おー、これで終わりか。新しいシナリオ解放。おー、これでゲーセンの話は終わりみたいだね。というわけで、続きのストーリーはまたしばらく更新を待たないと出てこないので、次はいつになるか分かんないけど、お、みんなカラオケにいる。リッキーが歌ってんのかな。何歌ってんだろう。カエルの歌かな。よし、じゃあそんな感じで今回はこの辺で終わろうかな。次のストーリーどんなだろう。この街飛び出すのかな。なんかさ、ほらすげえ、なんかまだ4分の1って感じなんだよね。いや、うん、上の方狭いか。でもなんか拡張しそうな予感もするような、しないような。星がさ56個もあるから、このマップで行ってないのってこの辺だけなのね。この辺だけ56個も消費するには狭すぎるでしょ。多分ぼちぼち次のマップ追加されるような気配がするんだ。うん。というわけで、次のストーリーをお楽しみに。それじゃあまたね、バイバイ。